はい、あれです。よろしくお願いいたします。それでは今回は第78期順位戦の正式な対戦表が出ましたので、それをもとに A 級から C 級2組まで昇級や挑戦者予想をやっていきたいと思います。まず早速 A 級からですね、対戦表はこのような感じに決まっております。コメントとしてはやはり渡辺二冠を推します。前期まさかの陥落でどん底を味わったと思うんですが、2018年度は絶好調で二冠復帰、そして順位戦全勝で見事に A 級に返り咲いてまいりました。棋聖戦の挑戦も決めて好調をキープしておりまして、まあ、この感じが続くようですと棋聖をダッシュして三冠、そして名人に挑戦してダッシュして四冠とかも見えてくるかなというところですね。で、対抗としてはやっぱり今期名人戦で敗れた方が挑戦にかなり絡んでくると思います。特に豊島二冠が敗れた場合は、まあ、A 級順位戦とも相性いいですので、まあ、即再挑戦という流れもあると思います。まあ、ただ現在名人戦で豊島挑戦者が2勝0敗と内容的にも非常によくリードしておりますので、まあ、そのまま押し切ってしまいそうな感じはあります。で、同じく対抗としてやはり羽生九段は外せないし外したくないですね。前期は惜しくも2位でしたが、まあ、挑戦しても全くおかしくない成績を残しておりました。まあ、タイトル通算100球を名人でかっこよく決めてくれたら最高だなっていうのはファンとしては思ってしまいます。他は広瀬竜王ですとか糸谷八段でしょうか。2人とも各棋戦でまんべんなく勝っていて非常に安定した実力があります。あと渡辺棋王と同じく B 級1組から復帰してきた木村九段も非常に負けづらい将棋なので、十分勝ち越しですとかそれ以上といった展開もあるかなというところですね。続きまして B 級1組見ていきたいと思います。こちらは実力者ばかりで難しいですが、本命としてはやはり永瀬七段です。叡王戦は連勝スタートで、内容も第1局は大逆転勝ち、第2局は快勝と非常に流れがいいので、まあ、このまま初タイトルを獲得しそうな雰囲気が漂っています。まあ、実力レーティング的にはすでに、まあ、B 級1組でもダントツでトップ、 A 級に入れてもダントツトップレベルですね。現在全棋士中3位と渡辺二冠と豊島二冠に次ぐ3位につけております。なので AO を取ったらその勢いで一気にこう B 級1組全勝とかそういったことも十分考えられるかなと思います。まあ、ただやっぱり順位が低いですので2個、2つ3つと取りこぼしてしまいますと頭跳ねをされてしまう可能性が十分あります。で、同じく本命としては斉藤王座を押しておきます。高い終盤力を武器に2018年度は悲願の初タイトルを獲得いたしました。順位も3位と非常にいい位置につけておりますので、まあ、3戦目の永瀬七段との対戦を制して乗っていければ十分昇級あると思います。ここで敗れると逆にちょっと危ないかもしれませんね。で、対抗としてはやはり順位も良くて実力も高い A 級から陥落してきた深浦九段、阿久津八段あたりが注目です。で、特に深浦九段は B 級だとちょっと違和感があるぐらい強い先生ですので、まあ、一期での復帰っていうのは十分あるかなと思います。あとは2018年度絶好調で棋聖戦の挑戦もあと一歩だった郷田九段ですとか、永瀬七段と一緒に昇級してきた千田七段で復活を期す菅井七段などに注目しています。続きまして、お待たせいたしました、皆さんお待ちかねの C 級1組ですね。こちらは藤井七段のあたりについてできる限り詳しくやっていきたいと思います。藤井七段は前期惜しくも9勝1敗で頭跳ねを食らってしまいましたが、まあ、今期は順位も良くて頭跳ねで昇級できないっていう可能性はかなり低いと思います。1戦目は村田六段、こちらレーティングで見ると勝率は8割近くあります。2戦目は堀口七段ですね。まあ、前世紀は朝日オープンで優勝するなどかなり強い棋士でしたが、まあ、最近は長い不調にあえいでおりまして期待勝率は9割近くあります。そして3戦目は高見叡王と7番勝負を戦ったことで一躍有名になった金井六段ですが、まあ、こちらも期待勝率8割以上です。そして4戦目ですね、ここがちょっと危ないかなというところで、ベテランの高橋九段と、まあ、実は高橋九段は
2年ほど前に永瀬七段を順位戦で自将棋指し直しの末に快勝するなど、非常に厄介なベテラン棋士です。前世紀は皆さんご存知の通り、タイトル経験が何度もある先生ですし、ベテランの先生ですので結構体調とかに左右される部分はあるんですが、藤井戦にピークを合わせてきていたら、いかにこう藤井七段といえどもちょっと危ないかなというところですね。そして5戦目宮本五段です。終盤力の非常に高い先生で、前期いい成績を上げて結構上位につけてはいるんですが、同じく終盤型の藤井七段の将棋的に相性はかなりいいと思います。でレーティング的な期待勝率は7割を超えております。問題はこの青く塗りつぶした6戦目ですね。青嶋五段は非常に厄介だと思います。24歳でレーティングも46位と急上昇しております。期待勝率は7割程度なんですが、ツボにはまるとトップレベルの棋士も次々と投げ倒して、各棋戦で上位に行った実績を持っています。続いて船江六段ですね。こちらも前期9勝1敗で頭跳ねされた先生で、藤井七段より順位が上ですので、最悪8勝2敗で並んだりした時に頭跳ねされるっていう展開は考えられます。詰将棋選手権で優勝するなど、その実力は折り紙付きになっています。この7戦目の直接対決の結果、昇級戦線を大きく左右すると思われます。他にも一応私の目から見て昇級に絡む確率が高そうと勝手に判断した戦線型を、ピックアップしておきました。本当は全員分入れたいんですけど、ちょっとスペース的に無理なので、こちらでお許しください。前期は完全にノーマークの杉本八段が昇級したりということもありましたので、ここは順位戦が始まってある程度進んできたらすぐに、この表を作り直したいと思っています。で現時点で藤井七段のライバルになりそうなのはやっぱり船江六段ですかね。そして安定感抜群の高崎六段、2018年度大活躍の及川六段、そして新人王戦で2連覇した増田六段も黙っていないと思います。今期も大激戦となりそうですね。初戦の都成船江戦ですとか高崎青島戦っていうのは、昇級を占う大注目のカードになると思います。で続きまして C 級2組に行ってみたいと思います。 C 級2組本当にすごいですね。佐々木大地五段が前期最多勝を獲得したり、タイトルホルダーの高見叡王がいたり、前期新人賞の大橋四段がいたり、三段時代にプロを次々投げ倒して藤井七段と新人王戦で決勝三番勝負を戦った出口四段がいたり、みんな強すぎてちょっと予想がつかないです。他にもちょっと有力な先生はいたんですが、スペースの関係で省きまして、一応私が上がるかなと思った先生方をピックアップさせていただきました。こちらも順位戦が始まってある程度星が出てきたらすぐに更新していきたいなと思っております。高見叡王のタイトルホルダーの意地も見たいですね。一応佐々木五段を本命にして対抗で出口四段を押しておきたいと思います。三枚堂六段や八代七段といった実力者も、本来なら C 級2組でくすぶるような棋士ではありませんので、その辺も上がっても全くおかしくないかなというところですね。ただやっぱりこのクラスは本当に実力者同士で潰し合いがありますので、この人昇級するかなと思った先生でも意外と前期の八代七段のように順位27位に沈んでしまったりとか、そういったことがありえますので本当に読めないですね。で続きまして最後に B 級2組の予想をやっていきたいと思います。こちら昇級候補本命としては前期まさかの陥落を喫した橋本七段を挙げます。このクラスでは明らかに上位だと思いますし、順位も1位ということで、十分昇級のチャンスあるかなというところですね。続きましてちょっと順位は悪いんですが近藤六段を押します。前期藤井七段を直接対決で破り、頭跳ねで見事に昇級いたしました。レーティングも急上昇中でございます。本命と見て間違いないと個人的には思っております。他だと
まあ、前王座の中村七段、安定感抜群の大石七段、序盤は村山に聞けで有名な村山七段、毎年昇級候補に挙げられる澤田六段、まあ、前期橋本八段と同じく陥落してしまった順位2位の野月八段、そして B 級2組にカムバックした藤井七段の師匠杉本八段にも注目しております。ということで皆さんの予想もぜひお聞かせいただけると嬉しいなと思っております。ここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。高評価ですとかチャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。失礼いたします。